こんにちは。天馬アカデミー、堀秀夫です。貧しい老人ばかりが増える負の連鎖、ね。今、低所得で独身の30代増えているとで。なんとね、えー、年収、まあ、200万未満という、えー、30代多いんですけど、まあ、当然では当然ですけどね、えー、年収100万以からだと、えー、6割弱が独身。まあ、結婚してやっていけないでしょうからね。 で100万から200万の間も、えー、57.2%、6割弱。200万を超えて300万弱、44.9%、ね。ここでやっと半分よりちょっと結婚してると。ね、年収300万円からで結婚してでもやっていけるんででしょうね、でもね。で、年収400万を超えてやっと、えー、4人に1人 ね、400万を超えると、えー、4人5人中4人5人に1人だけ独身であとは結婚しているというふうにね、えー、どん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 、えー、所得が少ないか少ないほど結婚できてないという現実がありますでここで問題なのはね、えー、日本人で一番多いのは年収200万以下ということなんでまあ結婚しない人がかなり多いとそれにはこういう現実がありまして えー、結婚してしまうと、特に女性は所得がすごい低くなると。ねえー、そうなると、おいそれとはなかなか結婚できない。ね、ますます、年寄り増えると。ね、でしかも年寄りも、まあ、貯蓄があるないじゃなくても、ねえー、貯蓄をするゆとりのない人たちがどんどん老人になっていってますからね。ま,あ、ますますやっぱ厳しい、えー、状態になると。 日本市場大丈夫かいなという感じなんですけどね。えー、日本で稼ぐという形を考えると、これらは全てマイナスに働きますけど、逆に、えー、日本で商品を知れて輸出をしようと考えたときにはね、えー、この貧しくて物価がすごい安いというのはね、えー、非常にプラスに転じますんで、まあ、これはもう、えー、輸出やりたい人だけはやるという次元の問題じゃなくてね。 えー、やらないとまずいんでなかろうかというようなね、えー、数字がやっぱ日々、えー、目につきます。まあ、特にね、えー、少子化、言われてますけど、まあ、こんな状態でね、えー、子供を作るっていうのは、まともな考えを持ってる人がやることじゃないんでね、えー、相当所得が高いか、あるいは、えー、よほど能天気か、どっちかしか子供を作らないと。ねで所得高い方の人はね、えー まあ、日本じゃない場所でも暮らせますのでね、えー、日本じゃない場所に行ってしまうこともあると、えー、日本に残っている人は、えー、低所得者と老人ばかりという形になるとね、まあ、これは、えー、どうなるんでしょうと、ね、まあまあ、このままじゃどうにもならないことは確定してますけど、まあ、どうなるんでしょうというね、まあ、非常に暗淡、えー、たる気持ちになる、まあえー、資料ですね、えー、低所得で独身の30代増えていると。 いうような資料それからね、えー、平均収入は、えー、結婚すると下がってしまうという資料でしたまあ、ここを何とかしないとね、えー、少子化というのは収まらないでしょうし少子化が収まれなければますます国が厳しい状態になっていくのは変わりないのだなというのをね、えー、実感しました以上天板アカデミー堀秀夫でした